捨てた湯気も。みなさんごきげんよう。今日は魔法使いプリキュアから次のプリキュアのアラモードっていうやつが始まって、それの第一部を見てDVD をもらってきました。こんな感じで、裏になんかカード入ってたよね。これさ、プリキュアとメールが取れるやつ。電話でなんか来るんだよね。それで新しいプリキュアになっちゃってるんだけど、実はちょっとね、まだ紹介してないやつがあったんだよね。魔法使いプリキュアのこれ、去年買ってずっと上げてなかったんだよね。これはプリキュアスターキャッスル3番だね。3番のキュアフェリーチェとキッチンっていうやつだね。これラインナップは全5種類なんだね。うん。そのうちの2つを買いました。これは4番ネソベリモフルンとベッドルームだね。これは、この上だね。2階だね。2階の左側。うん、で、さっきのが1階の右側だから、これはね、全然繋がらないね。よし、じゃあ開けていこうか。3番から開けてきます。指が折れたってこと？そう。はい、開けました。はい、あ、ガム密着みたい。こんなのが入ってました。これはシールかな。結構部品あるね。あ、フェリーチェいたね。はい、ここにやり方が書いてあるね。これがキュアフェリーチェとキッチン。シールはフェリーチェの洋服だね。ちょっとやりにくいだね。入ってきた。おお、じゃあ組み立てよっか。カントリーロー、この道ずっと行けば。一人ぼっち恐れずに生きよう。寂しさ押し込めて強い自分を守っていこう。カントリーロー、頼み。パパそこしかわかんない。ずっと行けばあの街に続いてる気がする。完成。モフルン、うん、モフルン、モフルン。よし、じゃあ開けていこう。あ、モフルンかわいい。え、はい、めっちゃかわいい。じゃあガム食べるね。さよ、うん、わー、こんなにいっぱいいっぱいある。モフルめっちゃかわいい。あ、どきだ。まず1から、うん、切るはわかりません。1を先に組み立ててください。細かい、ここにはめるのかな、うん、よいしょ。裏表あるんだけど、うん、今は階段がないからこっちにしよう。おお、完成。プリキュアスターキャッスルを作ってみました。はい、かわいい。かわいいね。こうやってさ、並べとくとそんな違和感ないね。これでもね、うん、やっと開けられたね。もう魔法使いプリキュア終わっちゃったけどね。うん、ね、新しいプリキュアになっちゃったけど。うん、皆さんもまだ売ってたら買ってみてください。売ってるのかな。まだまだ売ってんじゃない。 それじゃあごきげんよう。また見てね。バイバイ。さあ、やじゃんけんじゃんけんぽい。チョキでした。バイバイ。Thank you.
Thank you.